イデチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます今回お届けするのは太宰治黄金風景どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください 海の岸辺に緑なすカシノキそのカシノキに黄金の細き鎖結ばれてプーシキン私は子供の時にはあまり立ちのいい方ではなかった女中をいじめた私はのろくさいことが嫌いで それゆえのろくさい女中をことにもいじめたおけいはのろくさい女中であるりんごの皮をむかすてもむきながら何を考えているか二度も三度も手を休めて「おい!」とその度ごとに厳しく声をかけてやらないと片手にりんご 片手にナイフを持ったままいつまでもぼんやりしているのだ「足りないのではないか」と思われた台所で何もせずにただのっそり突っ立っている姿を私はよく見かけたものであるが子供心に薄みっともなく妙に勘に触って「おい オケ日は短いのだぞ」。今思っても背筋の寒くなるような非道の言葉を投げつけてそれで足りずに一度はオケを呼びつけて私の絵本の鑑定式の何百人となくうようよしている兵隊馬に乗っているものあり旗持ってるものあり銃になっているものあり。 その一人一人の兵隊の形をハサミでもって切り抜かせ不器用なおいは朝から昼飯も食わず日暮れ頃までかかってやっと三十人くらいそれも大将のひげを片方切り落としたり銃持つ兵隊の手を熊の手みたいに恐ろしく大きく切り抜いたりそうしていちいち私に怒鳴られ 夏の頃であ「おけいは汗かきなので切り抜かれた兵隊たちはみんなおけいの手の汗でびしょびしょに濡れて私はついに感んを起こしおけいを蹴った」「確かに肩を蹴ったはずなのにおけいは右の頬を押さえガバと泣き伏し泣き泣き言った」 親にさえ顔を踏まれたことはない一生覚えておりますうめくような口調で途切れ途切れそう言ったので私はさすがに嫌な気がしたその他にも私はほとんどそれが天命でもあるかのようにおい、OK、をいびった今でも多少はそうであるが 私には無知なろどのものはとても堪忍できぬのだ。おととし私は家を追われ一夜のうちに休泊し巷またをさまよい諸々に泣きつきその日その日の命つなぎやや分泌でもって自活できるあてがつき始めたと思った途端、病を得た。 人々の情でひと夏千葉県船橋町泥の海のすぐ近くに小さい家を借り自炊の保養をすることができ毎夜毎夜寝巻きを絞るほどの寝汗と戦いそれでも仕事はしなければならず毎朝毎朝の冷たい一合の牛乳だけがただそれだけが 奇妙に生きている喜びとして感じられ庭の隅の凶竹刀の花が咲いていたのをメラメラ火が燃えているようにしか感じられなかったほど私の頭もほとほと痛みつかれていたその頃のこと戸籍調べの四十に近い痩せて小柄のおまわりが玄関で帳簿の私の名前とそれから ひげの伸ばし放題の私の顔とつくづく見比べ「おやあなたは?」のお坊ちゃんじゃございませんかそういうおまわりの言葉には強い故郷のなまりがあったので「そうです」私はふてぶてしく答えた「あなたは?」 おまわりは痩せた顔に苦しいばかりにいっぱいの笑みをたたいて「いややはりそうでしたか」「お忘れかもしれないけどかれこれ20年近く前私は K で馬車屋をしていました」「K とは私の生まれた村の名前である」「ご覧のとおり」 私はにこりともせずに応じた私も今は落ちぶれましたとんでもないおまわりはなおも楽しげに笑いながら小説をお書きになさるんだったらそれはなかなかの出世です私は苦笑いしたところでとおまわりは少し声を低め おけいがいつもあなたのお噂をしています」「おけいすぐには飲み込めなかった「おけいですよお忘れでしょうお宅の女中をしていた」「思い出した」「ああ」と思わずうめいて私は玄関の敷台にしゃがんだまま頭を垂れて その20年前のろくさかった一人の女中に対しての私の悪行が一つ一つはっきり思い出されほとんど座に耐えかねた「幸せですか?」。ふと顔を上げてそんな突拍子もない質問を発する私の顔は確かに罪人被告 卑屈な笑いさえ浮かべていたと記憶する。ええ、もうどうやら。くったくなく、そう朗らかに答えて、おまわりはハンケチで額の汗を拭って、構いませんでしょうか。今度、あれを連れて、一度ゆっくりお礼に上がりましょう。私は飛び上がるほどぎょっとした。いいえ。 もうそれにはと激しく拒否して私は言い知れぬ屈辱感に身もだいしていたけれどもおまわりは朗らかだった子供がねあなたここの駅に勤めるようになりましてなそれが長男ですそれから男女女その末のが八つで 今年小学校に上がりました「もう一安心」OK「お慶も苦労いたしました」「なんというかまあお宅のような大火に上がって行儀見習いをしたものはやはりどこか違いましてな」「少し顔を赤くして笑いおかげさまでしたお慶、OK、もあなたのお噂、始終支しております」 「今度の高級にはきっと一緒にお礼にあがります」「急に真面目な顔になってそれじゃ今日は失礼いたします」「お大事に」「それから三日たって私が仕事のことよりも金銭のことで思い悩みうちにじっとしていられなくなって竹のステッキを持って 海へ出ようと玄関の戸をガラガラ開けたら外に三人浴衣を着た父と母と赤い洋服を着た女の子と絵のように美しく並んで立っていた桶い、OK、の家族である私は自分でも意外なほどの恐ろしく大きな土星を発した 来たのですか今日私これから用事があって出かけなければなりませんお気の毒ですがまたの日においでください」「おいは品のいい中年の奥さんになっていた八つの子は女中の頃のお慶によく似た顔をしていて薄野郎らしい濁った目でぼんやり私を見上げていた」 私は悲しく、おけいがまだ一言も言い出さぬうちに、逃げるように海浜へ飛び出した。竹のステッキで海浜の雑草を投ぎ払い投ぎ払い、一度も後を振り返らず、一歩一歩地段打を踏むようなすさんだ歩き方で、とにかく海岸伝いに町の方へまっすぐに歩いた。 私は町で何をしていたろうただ意味もなく、活動小屋の絵看板を見上げたり、呉服屋の飾り窓を見つけたり、チェッチェッと舌打ちしては、心のどこかの隅で、負けた、負けた、とささやく声が聞こえて、これはならぬと激しく体を揺すぶっては、また歩き、 30分ほどそうしていたろうか私は再び私の家へとって返した海岸に出て私は立ち止まった「見よ前方に平和の図があるおけい親子三人のどかに海に石の投げっこをしては笑い興じている」 声がこここまで聞こえてくるなかなかおまわりはうんと力を込めて石を放って頭の良さそうな方じゃないかあの人は今に偉くなるぞそうですともそうですともおけいの誇らしげな高い声であるあの方は お小さい時から一人変わっておられた、目下の者のにもそれは親切に目をかけてくだすった。私は立ったまま泣いていた、険しい興奮が涙でまるで気持ちよく溶け去ってしまうのだ。 負けた「これはいいことだ、そうでなければいけないのだ、彼らの勝利はまた私の明日の出発にも光を与える。 最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をして次の投稿をお待ちいただけますと幸いに存じます。お相手は井出麻人でした。